あれ見れてるかな。ん、あ、配信できてますかね。こんばんは。来た。あ、よかったよかった。カシミンです。はい、いくよ。はい、きらめくジュエルは希望の光、私たちジュエルネージュです。ネージュのぶりっ子担当、かすみんこと倉田かすみです。よろしくお願いします。イエ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 イ。はい、今日はですね、ジュエルネージュのきらめくクリスタルーム、祝日ということでメンバー全員でリレー配信をしながら、やっていきたいと思います。はい、あ、みんなありがとう、コメント、こんばんは。ちゃんと自己紹介したよ、偉いでしょ。あ、長いバージョンの自己紹介もしようか。いくよ。今日もふわふわマイナス4でみんなのことを癒すのは、お、かしみー、かしみー、ありがとうございます。はい、いつでもどこでもポジティブシンキング、かすみんこと倉田かすみです。かすみんかわいいって言ってくれてる、嬉しい、ありがとう。ラーメンの味を伝言するんでしょ。はい、なんとね、今日はねメンバー全員で伝言ゲームをしていきます。ということでね、あの、この今日の説明をさらっとすると、あの、メンバーは他のメンバーの配信を見ちゃいけなくて、私だったら1個前のこの配信しか見ちゃいけなくてね。で、その1個前の配信で長い伝言をするので、それを最後まで、一番最後の子まで伝えられるかどうかっていうゲームですね。さっきねえにゃんとおもちの配信を見てくれた人はわかると思うんだけど、多分めちゃめちゃ長い文章なんだよ。めちゃめちゃ長い文章だから、その長い文章をどこまで記憶して言えるかっていうやつなんだけど、メモしちゃいけないって言われたんだよ。メモしたらずるっこになるからメモしちゃいけないんですけど、かすみちょっとメモしちゃいました。ちょっとだけね。でも聞いてる分には、なんか自分、かすみはジュエルネージュの創始者初期面だから言えなきゃダメだね。ダメな内容でしたね。レイニアさすがだな。つるっこじゃないもんだ、全部。え、青山さん謝罪ツイートしてるからな、長い長いって謝ってたのにしても難しい。あ、みんな難しいって言ってる。メモしてないもん、日にちだけメモしただけ。そう、日にちしかメモしてない。創始者、そう、かすみ創始者なの。ジュエルネージュの姉ちゃんの誕生日は3月23。え、何？それは何？関係あるの？え、関係あるのかな？おすすめのコンビニ商品？おすすめのコンビニ、レイニアさっきさ、トマトのやつ食べててびっくりしたんだけど。かすみ、買ったけど、トマトの、中本のトマトのカップ麺が最近発売されたんですけど、でも、かすみはまだ食べてないから、レイニアのレポ聞いて、お、美味しそう、早く食べたいって思った。うん。社長ではって言われてるみんなに。いや、創始者は私ですよ。どうしてかっていうと、あの、ジュエルネージュになって、あの、社長からもらったのは名前とコンセプトと衣装だけだったんだよ。それをどういう風に自分たちが形作っていくかっていうのはネージュの初期面が作ってきたことだから、イコール創始者でございます。あの食レポが参考にならなかった。かすみのが絶対うまくできるからね。倉田社長でございます。それには醤油大好きだからな。はい、ということで、かすみはね、今回のこのジュエルネージュのクリーンきらめくクリスタルームで伝えたいことが一つあるよ。はい、それはね、ちょうどね、2月とか3月ってネージュにとってターニングポイントなことが多くて、例えば2年前にちょうどアミコが加入した時だ、タイミングがこの季節だったりで、ちょうど1年前はあのめいちゃんとゆずちゃんとゆっきーがオーディションをしてた季節で、そろそろかな、もう合格発表多分してる頃かな、だったかな。だからネージュにとっては2月3月がターニングポイントなんです。だから今こそね、
今日の伝言の通り、長く長い長いネイズの歴史を今日こそみんなに解き放つ時だということでね、ネニャンは天才だなって思った。だって今日その伝言何にするかって考えてた時さ、なんか正直さ、かすみがもし初め一番目に伝言を考える人の担当にもしなってたら、多分かすみは食べ物辛いものが好きでとか、リナはなんか天才でとか、そういうことにしてたと思うから、だからレニャは天才だなってかすみはその伝言を聞いて思いましたね。ユッキーもう聞いてるかな。ユッキーいますか。ユッキーいる。おえ、ねえギフトありがとう。雪玉投げてくれた。クロちゃんありがとう。村井さんありがとう。お、クロちゃんかわいいもん。かわいい。レイジーかわいい。やっぱかすみかわいいからね。そう、そんな感じ。え、リオピオさんいるの。どこどこ。え、イエーイ。リオナさん、今から伝言ゲームするので、リオナさんも覚えてくださいね。かすみはリオナさんと、週一で会うぐらい、遊ぶぐらい大親友です。この間リオナさんが、リオナの親友は3人しかいないとか言って、かすみって言ってくれてめっちゃ嬉しかった。じゃあその他の人は何なんですかってね。絶対友達でしょって。リオナさん友達多いから。大好きな。かすみ可愛いのマジ知ってたって。すごい嬉しい。ゲストが強すぎるって言われて、あ、ユッキーいた。じゃあユッキーのために今から伝言を言おうと思います。あと2分あるけど、いいよね、ゆっくり言うから。2回ゆっくり言うので声真似ふくさ生える。はい、リオナさんのモノマネうまいってかすみは思ってる。そしたらリオナさんもやってくれたかすみのモノマネ。はい、あ、そう、それでかすみが今日どうしても伝えたかったことは、ジュエルネイジのターニングポイントは冬だよということですね。あとはメモ捨てろって言われてる。でもメモ見ないで言うもん。ほら、ちゃんとここを見て言うから、メモに、メモを見ないよ。はい、あとかすみがもう一つ伝えたいことは、ジュエルネイジは最高ということと、3月6日のあゆみちゃんの卒業ライブを絶対見に来てということと、今週の木曜日の定期公演はとっても爆笑面白いよっていうことは伝えておきたい、あと衣装もすごいね。え、この衣装なのってぐらいびっくりする衣装を着るので、これ告知にあったっけ。まあ楽しみにしといてくださいね、木曜定期公演。はい、当日券も出るそうなので。はい。伝えたいこと多かったか。それでは伝言ゲームいきたいと思います。今伝えたいこと3つになったけど、みんな覚えた ?3 つ。ちゃんと3つの伝えたいこと覚えた。あ、4つ目もあった。リオナさんはかすみの親友ということ。あと、レイニャとティファニーカフェ行ったけど、めちゃめちゃ可愛かったよということ。伝えたいこと5つでした。めっちゃインスタ映えな写真が撮れた。はい。はい !40 分になった。ユッキー行きますよ。伝言ゲームスタート。いきます。2017年、ジェルノから、あ、違う、2017年、原石ジェルノから輝く宝石ジュエルネージュへ改名。ジュエルネージュは純粋純白雪という意味で、とっても輝く可愛いアイドルグループが誕生いたしました。そして創始者である倉田香澄、中川リラ、青山レイナがいます。そして、2019年、2月の10日に小林亜美が加入。その後メジャーデビューをして、2020年4月10日、
吉野由紀奈、福村ゆずき、白戸芽衣が加入。その後、2020年10月17日に千葉オモニョカ千葉オモカが加入。オニョカだって千葉オニョカ加入しました。そして2021年、3月6日に小林亜美が卒業します。皆さん、小林亜美の卒業ライブ、8人となる最後のライブ、目に焼き付けに来てくださいね。チケットはただいま発売中です。以上、倉田かすみね。あれ、これみんな見れてますか？大丈夫？もう一回言うね。笑いすぎて湧きつった。そう、めっちゃ長いの、めっちゃ長いの。かすみはゆっくり言ってあげた。ゆっきゆっくり言った。多分大丈夫。うん、だいぶ多分変わってないと思うよ。千葉オニョカだけはちょっと変わったかもしれないけど。はい、このなんかレイニャンが言ってたの、5行ぐらいあるよって。だから多分これが5行だった。今5行で覚えて。じゃあもう一回言う、2回目。もう言えるから。もう安心。大丈夫だよ。あと2分ね。いきますよ。スタート！はい！輝く。あ、違う、間違えた。ちょっと待って。待って。あ、違う。行くよ。ちょっと待って。いきます！1行目。2017年、ジェルノから、輝く宝石、ジュエルネージュへ。ジュエルネージュは雪、純粋、純白をコンセプトに活動している7人組グループで、創始者は倉田かすみ、中川リラ、青山レイナです。そして2行目、2018年2月の10日に小林亜美加入。そしてメジャーデビューを果たします。3行目、2020年4月10日に、白戸芽衣、星野由紀奈、福村ゆずき加入がいます。そして、2020年の10月17日に千葉オモカが加入で、これで3行目ね。で、4行目が、そして、2021年3月6日に小林亜美が卒業します。4行目、3月6日の小林亜美卒業ライブで、8人体制ジュエルネージュは最後になるので、最後の8人体制のジュエルネージュを目に焼き付けに来てください。5行目、チケットはただいま発売中です。今これを見てる皆さん、ぜひ発売、遊びに来てください。よろしくお願いします。イエーイ、言えたー。ということで、このバトンを星野由紀奈に回そうと思います。由紀、頑張ってねー。ということで、以上、倉田かすみでした。バイバーイ。このクリスタルーム、お気に入り登録よろしくお願いします。かすみんのツイッターもフォローしてね。バイバーイ。